それでは4番、千葉県の、2の4番の確率の問題は、まあ、大体サイコロ2つ投げるという問題が毎年繰り返されてまして、今年もそうでした。大小2つのサイコロを同時に1回投げ、大きいサイコロの出た目の数を A、 小さいサイコロの出た目の数を B とすると、この時2分のルート AB がの値が有理数となる確率を求めなさい。ただしサイコロを投げるとき1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいとすると。さて、2分のルート AB の値が有理数となるということなんですけど、有理数というところで、ちょっと間違っちゃった人がいるんじゃないかと思うんですが、まあ、例えば1例出していきましょうか。1の目と4の目が出たとしましょう。あ、これだと分かりやすすぎるな。ごめんなさい。3の目と3の目が出たとしましょう。A で3の目、小さい、大きいサイコルで3の目、で小さいサイコルで3の目が出たとしましょう。で、そうするとこうなりますね。で、そうすると、これルート2回かけて3になる数がこれ外に出まして2分の3になります。これ有理数ですよ。有理数というのは分数で表せる数のことです。ルートが残ってなければ、まあ、このルートが混在している問題で有理数と聞かれたときには、いろんな計算の過程で最後にルートが残らなければ分数の形で合わせれば有理数です。ここを整数と呼んじゃった人いませんか？つまりここが、まあ、1とか2とか3という、自然数にならないと答えじゃないと思っちゃった人はちょっとそこを間違っているので注意してください。2分の3でも有理数です。で、ということはこのルートがきちんとルートが残らない形になればいいと、そういうことです。それでは次に、千葉県の2つのサイコロの問題の時には私はこのやり方を進めています。サイコロの目の1から6までの出るやつを5番の目にするんですね。1、2、3、4、5、6で1、2、3、4、5、6で、この5番目の中に当てはまるものを見つけていくんです。その問題の条件に当てはまるものを見つけていく。さて、まずここで第一に気づいてほしいのはゾロ目っていうんですが、1、1、まあ、サイコロ2つ投げてゾロ目っていうのは、これゾロ目っていうのは、まあ、昔博打という、こうサイコロを使ってこうなんかお金をかけて遊ぶような博打ってのがあったんですけど、今でも一部やってるかもしれませんけど、まあ、その言葉なんですが、ゾロ目というのが出た時には同じ数がかけられたものがルートの中にあればその数が外に出てくるんですね。だからこれは自動的に、このこっちが A でこっちが B とすると、これは1の2乗になる。で、これ2の2乗、3の2乗、4の2乗、5の2乗、6の2乗で、そうするとこれ全てゾロ目のところはルート何かの2乗、まあ何でもいいんですけど、まあ、丸の2乗はこう丸というふうになってくれますので、必ずルートが消えますので、これは有理数になってくるんですね。この上が有理数になれば、これまああとは割り算ですので有理数ですので、この6つはすぐに見つけられる。で、あとかけて きれいに2乗の数になるのは、さ実はこの4ですね。4というのは2の2乗なんです。で、このことに、まあ、これ重要なポイントですので、ちょっと青で強調しておきましょうか。4は2の2乗です。で、4は2の2乗ですので、例えば4と1が組み合わさっても、これもちょうど1はまあ1の2乗ですから、これ2の2乗になってくるんです。で、他は全部やっていただいてもいいんですけど、
決して2乗2つの数の掛け算だけで示される数にはならないんですね。さて、でこの5番目の時のやり方のポイントは、こう掛け算って A、B と掛けても BA と掛けても結果的に同じ数ですよね。ということは、実はこれ左右対称というか この軸、ゾロ目のところを軸に対称の図になってますので、ここが OK の時にはここも OK なんですね、この対称線で。でそうすると2の2乗ここも OK、 つまりあとは全部ダメで、この1、2、3、ゾロ目のところを6マスとここの、2マスです。つまり36マス分の8が条件に当てはまります。でこれを4で割ると答えの9分の2と、これが答えになります。はい、you